こんにちは。紅茶で心を整える京都で紅茶教室をしていますティーアテンダントのじゅんじゅんです。今日はこれまでいろんな方に質問をいただいていまして、それを一つずつお答えしたいなと思っています。で、中で一番聞かれたのが、なんで紅茶教室してるんですかって聞かれたんですね。なので、その私が紅茶教室をしている原点となる話を今日はさせていただきます。で、まあ、紅茶教室をしているのは、私にとって自分の人生のベースとなっているものが、幼少期からずっと家庭であったお茶時間っていうのが元になっています。で、私自身が子どもの頃とか、割と自分の気持ちを優先するタイプの子で、やりたいとかやりたくないとか、好き嫌いっていうのを結構はっきりした子だったんですね。そうするとやっぱり女子ってすごく協調性とかを大事にする時代ってか時期があったりとかすると、まあなんか浮いちゃうわけですよ。でもあんまり空気読むことを知らないから、そういうこともあんまり気にしないんで過ごすんだけれども、やっぱりそういうことに対していろいろ言われることとかがたくさんあったんですね。本当になんか結構厳しい言葉とか言われるんだけれども、それでも私はなんかあんまり気にしないというか、傷つくことは傷つくけど、別にあそうなんだねぐらいしか思っていなくって、でなんでそういうふうに思えたかというと、その家庭での紅茶、てかお茶時間があったからなんですね。で、必ず私が学校から帰ると、母親はこう、まあ、家事とかしているんだけど手を止めて、まあ、お湯を沸かしながらとか、まあ、とりあえずお茶でも飲みってよく言ってくれるんですけど、でずっとお湯が沸いてる時間と、入れてる間、私の前に座って話をずっと聞いてくれていて、でほとんど9割ですね、8割から9割は緑茶で、ほんの少したまに紅茶が出てくるようなお茶時間なんですけど、その時に、まあ、今日これティーカップなんですけどね、家では緑茶がほとんどなので、お湯飲みとかをこう、はい飲みってこうコンってこの音あるじゃないですか。この音が私はすごく癒されて、このコンっていう音がなんかすごく自分を受け入れてもらってるっていうか、何でも OK というか、ありのままでいいってもね、最近よく言うんですけど、あ、完全的に肯定されてるんだなっていうふうに思える時間だったですね、そのコンっていう音が。で、そういうふうに自分を受け止めてもらえる時間がたくさんあると、なんか自分に限界があるとか思ったりすることもそんなになかったし、何でもやっていいんだってすごく思えて、いろんなことを挑戦することができたんですね。で、こういう時間って私は皆さんそれぞれに持っていると思っていたんだけれども、割と特別な時間だったんだっていうことを大きくなるにつれて知って、で最近ではよくね、なんだろう、自己肯定感とかいろいろ言われたりするんだけれども、まあ、そんな難しいことを言わなくても、自分が今のままで大丈夫だよって、肯定される時間っていうのがあったらいいんじゃないかなって、そういう時間があると本当に自分がやりたいことを、自分の可能性を信じて前に進めるんじゃないかなと思って、その私にとってより特別な紅茶時間っていうものを提供しようと思って紅茶教室を始めました。はい、なのでこの今はね、あんまりこのコンっていう音はそんなにしないんですよ、普段レッスンではね。ではしないんだけれども、あなたのことを、全てを受け入れますっていう気持ちでレッスンをしていますので、そういう紅茶時間っていうのを皆さんもご自宅で持っていただけたら嬉しいなと思っています。例えば、友達の家に来ます。友達の家に行くと、まあ、子供の時とかはね、いろいろご飯食べた後とかにお茶を出してくれなかったりとかあと出してくれたとしても、すごく、あ、これ茶葉もったいないなっていう入れ方をしてたりすると、あんまりお茶の時間っていうのをこの家庭は大事にしてないんだなって思ったこともあったし、あと結婚して私としては普通にお茶を入れてるだけなんだけど、なんか旦那さんがめっちゃ自慢げに自分の親とか友達に、うちの奥さんどんなお茶でも入れてくれるから好きなお茶頼んだらいいよとか、めっちゃ美味しいお茶入れてくれるねみたいなことを喋ってるのとかを聞いた時に、あ、これってあんまり当たり前じゃないんだなっていうのをすごく感じて、うん、お茶を入れるだけでこんなに人は喜んでくれるんだっていうのがびっくりした。はい、今日はここまでです。次回は、私の紅茶教室、最初は
本当に紅茶を伝えるっていうところからスタートしたんですけども、いろいろな生徒さんとの出会いで少しずつ少しずつ形を変えることになってきました。その話を入れていきたいと思っています。それでは今日もありがとうございました。